さあやりますよ。学園のご支援で準備は万全。皆さんカルタ初体験とのことなので、まずはルールを。ウマ娘カルタは4対4で競うチーム戦。一般の100人一首と同じく上の句を読んで、それに続く下の句を取る競技です。違うのは札のサイズと、走って札を取るところでしょうか。そうですね、走り回って時にぶつかって。ウマ娘カルタが文系の格闘技と呼ばれるゆえんです。チームの4名はさらに指示手と取り手に分かれます。要は読まれた札を探す役と見つけた札を取りに行く役ですね。では総司令官として、この僕テイエムオペラ王が知事手を引き受けようか。準備はいいか、ドト。あ、はい。私が取り手ですね。頑張ります。それじゃあ私とうららさんとでペアを組みましょう。うららさん、知事手をお願いできますか。よし、頑張るよ。まあ他にも細かいルールはあったはずですが、私もさほど詳しくなくて。習うより慣れよで一緒にやってみましょう。とりあえず読書はアプリにお任せしてと。最近は便利なものがありますね。ではでは。今は春べと咲やこの花、ウマ娘いざ駆け抜けよう。よし、行こうか、トト。黄金の翼に乗って目指すは南方セコンドナデストラ。南、こっち、こっち、どっちでしょう。何を探せばいいのかな。うららさん、ネギシの丘にです。根を探してください。ね、いきなり絶対勝てなんて言ったりしませんって。みんなで参加して楽しくやれば仲良くなれてみんなハッピー。お告げはつまりそういうことなんです、きっと。なるほど。あ、でも転ぶのはやっぱり良くないですよね。お相手の方も危ないですし、やっぱりちゃんと練習しないと。まあまあ、
そんなに差し詰まったお顔をしなくても、笑う角には福来たるですよ。いや、しかし時には修練が必要なこともあるぞ。君たちにこの総指揮官テイエムオペラ王が問おう。総指揮官としてふさわしいポーズはこちらか、それともこちらだろうか。うわー、かっこいいね。私もやる。おほー、決まってますね。でもせっかくですし、こうしたのはいかがですか。皆さん、こんなに張り切って私も失敗しないよう練習しないと。